時にこうふって我慢するんです。あ、熱くふって我慢すると、一瞬は耐えられます。息を止める。そう、2回叩いて、ふっ、2回目、3回目効くんですね。それ人間の体の筋肉っていうのが1回目の収縮はすごく強くできるんですけど、連続した収縮っていうのができないんです。1回目はすごく縮むんだけど、その後絶対ボヨボヨボヨってこう縮みが伸びていく経験したことはありませんか？そうすると試合の時にですね、一発のパンチは全然みんな耐えられるんで、練習とかの、はいはいはい、こういう重たいパンチが耐えられるので、これに活かされちゃう。それはね、横隔膜の実はそのボディの動き方自体間違ってるんです。呼吸を止めて